東郷ロギに興じる人々昆虫相撲とは昆虫内視身近な陸生節足動物同士を戦わせる遊びの総称である。虫相撲などとも言う。同種同性同士を戦わせる場合が多いが、異種を戦わせる場合もある。昆虫相撲とみなされ、様式化、体系化されている伝統文化は世界各地に存在し、以下のようなものがある。 熱帯産の外国種を含むカブトムシやクワガタムシなどを戦わせる娯楽である。試合様式は概ね上記のカブトムシ相撲に準ずるが、体系化された文化としての歴史、伝統は、ほとんどない。虫キング等のデジタルビデオゲームから規範を得た、異種格闘の意味合いが強い。人虫を戦わせるのではなく、バーチャルに戦いをシミュレートするゲームをプレイしたり、 戦いの様子を収録した DVD を鑑賞する場合もある。両者共に元は、メスイシは餌場を奪い合うための手段として、発達させた角や、大顎を闘争心が旺盛であるため顔を合わせただけで戦う、性質を利用する。カブトムシは、皮膚が発達した角を相手の腹下に入れ、持ち上げるようにして投げ飛ばす。 同格と胸角で挟んで投げ飛ばすこともある。前肢で振り払ったりもする。クワガタムシはもともと菜食のためのものが発達した大顎で相手を挟み、投げ飛ばす。体を持ち上げることで大きく見せ、威嚇する。カブトムシと違い殺傷能力があるため注意が必要。多頭飼育がいけないとされるゆえんである。ただし場合によっては体に、 傷ができることもあるため衰弱したりラベルがついている。場合は綺麗な状態で標本にすることができないため、昆虫相撲をさせることを嫌う愛好家も多い。ありがとうございます。